こんにちは、こんばんは、ボナーチャンネルやです。ボナーボナー。本日もプロスペース実況頑張っていきたいと思います。本日の企画は、丸選手超育成企画やっていきたいと思います。ということでですね、昨日、おとといとメイン無課金と続けてですね、アニバーサリーの動画出してきたんですけれども、まだ見てない方いましたらぜひこちらの方を見てください。このためにですね、めちゃめちゃ、無課金とかではですね、エナジー貯めてたんですけども、どちらも超神引き。と言ってもね、全然恥じないぐらいのね引きをしたので、ここにね運を持ってこれて今すごい最高の気分です。ということで、運といえばですね、称号チャレンジ特殊があるじゃないかと思いまして、丸選手ですね、メンバーシップの生放送の方でもう即極みにねしてきたんですけども、まあもう出てますねここに。はい、丸選手即極み、しかもさらにですよ、僕何気に初なんですけど、この特殊能力もオールマックスにしました。何気にね、今まで育成追いついてないなとかね、なんだかんだ言って特殊能力上げられないでいたんですけども、初のマックスということで、もうここまでしたらもうねやるしかないということで、今日はですね、丸選手のミートパワーどっちも同値チャレンジと、さらにもう特殊やってくださいと言わんばかりの守備適正 A チャレンジ、これも一気にやっていきたいと思います。もしうまく決まったら、まあ、最後にねリアタイ1回ぐらいやってで、まあ、締めようかなと思います。それではやっていこうと思います。はい、それでは称号チャレンジやっていきたいと思うんですけども、丸選手はですね、まあ10枚あるんですね。まあこの S ランクの丸選手もいるんですけども、ここはもう使っていいかなと思ってますので、10回分チャレンジはできます。そしてですね、今回はちょっと貪欲に、まあ、いつもより高めの目標設定でいきたいと思ってますので、ミートパワーの同値かつ両方82になればね揃えたいなと思います。なので82だと、打撃を極めし者かスナイパーのこのどちらかでの称号チャレンジになりますね。まあもうちょっと下見ていくとプラス1だけなんで、まあミート自慢というか切り込み隊長とかでも、まあ一応ミーパー同値にはなるんですけど、せっかくなんでね、ここはまあ一番いい丸選手を目指してということで、やっていこうかなと思います。じゃあもうやっていくだけなので、いきましょう。で、これね本使って、まあ最初なんでね5いきますか。これで打撃を極めしもの一発で出てくれたらいいけどね。さあそれではやっていきましょう。本もねあんまないんでね。さあ1回目いきましょう。音をねまだ分かってないんだよね俺。これ3かな。バズーカ、バズーカはパワー特化ですね。残念、これ後で外します。本がないんだよなそんなに。いやーでもこう使った方が一番出るからな結局は。さあじゃあ2回目いきます。これ早いな消費が。頼むよ、もうそんなに本使いたくないよ俺。脅威のスラッガー、打撃を極めてくれー。ほぼ同値なんだけどな。いやーやばい、これ丸選手で本使い切りそうです。前の称号チャレンジの時めっちゃ使っちゃったからな。最後3回目さあどうだ。アンダ製造機いやーやばい、来てほしい時に来ないな。これだと逆なんだよな。さあまずいです、本がないです、称号の極意書がないです、まずいです。そして丸選手もどんどんいなくなっていきます。毎回5冊使うのきちいなこれ。さあ4回目頼む、そうそう終わらして頼む頼む頼む、よし来ました、来ました。さあこれしかも打撃は極めしものなんで最強の丸選手です。走力も1アップして、いや来たねこれ、これえぐいよ、来ちゃったねこれ。はい来ました、82、82、76ということで、現状あり得る丸選手の中で一番高いステータスになりました。さあということで、続いて初のですね、僕のチャンネルでは初の特殊やっていこうと思います。まあ特殊は
やったことないけど、まあ消防とは違って絶対にまあ回数重ねていけばこれ A にはなるんですよね、仕様的には。もうよく分かってないんですけど、まあそれで運ではないというところはね、まあいいのかなと思います。まあただ早い段階で来てくれた方がいいのにはね、まあ越したことはないので、次は、なるべく早くねこの適正を A にしたいと思います。はい、ということでね、やっていきたいと思います。初めてなんだよな。あー、なるほどね。これを100ポイントにすればいいのかな。なんか B ランクでいいんだよね、とりあえず。 B ランクでだから20人か1回多いな。 B ランクも B ランクでね、意外とまあガチャたくさんしてる人は余ってると思いますけど、育成の A ランク足りなくなった時とかね使うんで貴重ではありますよね。さあ、それでは初のね特集をやっていこうと思います。どういう感じなんだろう、見たことないな、ここですら。なるほどね、スピリッツは必ずアップなんだ。なんならここ全部マックスにしたら方がね、本当の意味では真のマックスなんでしょうけど、ちょっとこれはきついな。 B ランクだけでやったら180枚いなくなるもんな。えぐいな、それは。コインを消費しませんということでいきましょう。メインポーズ1上がればいいんだけどな。おい、どうだ、終わった一発えぐいえぐい一発、やっぱ運ありますわ今日ついてるなやべー、初めて来たということで一発で終わっちゃったな。まあ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 、これはまあ結果なんで全然いいんですけどということで、できました。あー、打撃を極みし丸選手、ミパ両方82同値からの守備メイン適性 A ということで、いやーめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。まあこの数字の1がねちょっと気持ち悪いなって思う人もいると思うんですけど、僕からすると3510もちょっと気持ち悪いんですよ。だからどっちもあんまりその気持ちよさで言うとあんま変わんないんで、もうここはもういいです。あんまりもうこれはこれで良しとしておきます。はい、ということでね、せっかくなんで、リアタイをちょっと丸選手ね初使用してみようかなと思います。メンバーシップだとね、もう実はやってて1回使ってるんですけど、まあその最初の打席でねホームランを丸選手で打ったので、まあ、リアタイでもねホームランを打てるように頑張りたいと思います。それでは久々の、ランク戦やっていきたいと思います。お願いします。さあ、菅野投手久々だね。よ、このベストピッチ、あ、やばい、ベストピッチがマジで出ない問題。 iPad Pro なんか iPhone の時のがベストピッチはめっちゃ出てたんですけど、折れた折れた、タイミングがねなんか合わなくなっちゃった。慣れてないのもあるかもしれないけど、よっ、あー振らないね。よっ、あ、いいとこ、素晴らしいコントロールですね。あ、出た出た、ちょっとね遅めに押すとベストピッチ。俺はツーアウトランナーありません。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。やっぱちょっと遅いんだよな。うわ、うまいね。高めは持ってかれるね、やっぱり。うわ、ブラゼル選手来てますね。打ち方いいやつ感あるな。うわー、惜しい、振らないね。よっ、危ね、危ね、高め来るかな。結局ビタビタに決まんないと。あー、ボールや、難しいよね。あ、ベストピッチ、いやービタビタだったけどな。うまいね。うん、まずいです。よし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 、シンカーがね今の菅野選手はないからあんま頭ないかもね。おーしよしよしよし、追い込んだぞ。ここはもうボールにフォークだ。よーし、千葉ロッテマリーンズなのに千賀投手か。さあ、1番丸選手使っていきましょう。広角出てます。
ボール。ホームラン打ちたいな。あーボールだ。ボール。オッケー。低めのフォークはボール。ボール。ああ頼むよ、フォーボールやめてね。いや打つんじゃなかった。打つんじゃなかった。ボールじゃないけど、今のは打つ球じゃなかったな。流し打ちだな今のは。よし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 。よしよし。千賀投手もね、まあ A ランクか、相変わらず苦手なんですよね。球速いし。間合いが長い。おお、めっちゃ長いな。ちっちゃいフォーク。いやー微妙か。やっぱね、速い球に遅いんだよね。ワンテンポ早く打たなきゃいけないけど打てないんだよね。よしよしよし、これはボールだ。これはボール。よしよしよし、ボールだけどね。ボールだけどタイミングが良かった。さあ個人的には打ちやすい岡本選手、早く2019シリーズから抜け出したい。いやー今のだったらこれだったら、ボール。オッケー、今のよく見たよ。うわーこれ入ったな。まずいです。ボール。オッケー、ストレート注意。どうよ。あーくそー、カットボールだったな。さあ勝負は2回以降ですね。ちょっと久々だから勝ちたいな。いやー振らんな。ボール1球外れたら振らんのか、初球だから振らんのか。いや厳しいよ。やばい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 。あーまいまいまい。おお振ってこない、追い込まれる前振ってこない。甘い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 。危ねえ危ねえ。いやマジでベストピッチでん。甘いよ甘いよ。ボールにカットボールとか食らえ。どうだ。あーこれ来たな。お、フラノインこい、フラノインこい。あいいとこ。いやー粘るな、リアル青木選手やなこれ。甘いか甘いか、入ってくるボール打ちやすいか。いや取って、おおすげえ取り方。まずは先頭バッターを打ち取っています。スピードボールを持っています。いやーベストピッチで、あいいいいいいとこ。よし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 、そうか取っちゃうよ。もうさ、西川選手は塁に出したくないね。初球は何で来るか、配球が単調ないよな、俺はもう本当に。こういうのやってみる？お、ベストピッチだ。うわ、ビタビタ。いいとこ来たね、今のは。いやー、オッケー、取って。ナイス。さあ、いいよ。ここね、新加入クロマティ選手の中にも来ますよ。よし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 。いいよ。で、ボール。千賀投手打てん、 A ランクなのに。ストレートが速い。いやー今のだったなー。バッターは7番に入っている。甘かったよねー今の。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。そう、すぐ切り替えができんからな。切り替えよ、忘れよ。ストレート、ボール。あーギリ入った。コントロールですね。はい、変化球が決まっています。どうよ。よし、よし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 、なんとか勝てました。
はい、ということでね、まあ丸選手ね初使用だったんですけど、まあちょっと丸選手とね関係ない感じで勝っちゃいましたけど、まあまあそれはね置いといて、これも結果だという感じで、久々のリアタイ勝ててよかったです。はい、ということで今回ね丸選手超強化回だったんですけど、いかがだったでしょうか。特殊ねこっからあと9回8回かな8回やっていけば本当に完璧な丸選手にはなるんですけど、とりあえず、まあ、一応美化金なんでここでねストップさせておこうと思います。まあこれでもねほぼ完璧の丸選手完成したので、しばらくねキャプテンで丸選手を置いておこうかなと思います。ということで今後も頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。チャンネル欄のこの通知ボタン押していただけたら、動画が上がったらすぐに通知が飛んでいくので、ぜひそちらの方も押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。